ケンちゃん、幸次郎さんってどうなったのかしら。警察病院に入院してるんでしょ。どうしたの？ケン君。いや、面目ない。ちょっと転んだんだよ。何言ってるんだよ、これは。違うよ、ケン君のせいじゃない。僕が軽率だったんだ。考えてみれば当たり前だよね。エリスの事件はもともと林田啓司の担当だったんだ。僕がしゃしゃり出て犯人を検挙してしまったから、林田啓司は気分を悪くされたんだよ。ケン君に電話をもらった時に林田啓司に連絡すべきだったんだ。いや、どんな理由があろうと上司の気分を損ねたことに変わりはないんだ。あれは僕が悪かったんだよ。ケン君が謝ることじゃないよ。で、どうしたんだ。僕に何か用事があったんだろう。そうだったのか、心配かけたね。体はピンピンしてるんだけどさ、みっともないだろ。顔腫らして出勤なんてさ。明日には眼帯も取れるし、もう大丈夫だよ。幸次郎さんのところには先週見舞いに行ってきた。王の元学長が背任、横領、脱税、詐欺の容疑で逮捕されたことを話したんだけど、もうどうでもいいと言っていたよ。なんだか全部吹っ切れたみたいで、すがすがしい顔をしてた。それからエリスの新しい学長が登坂先生になったことを話したら、とても喜んでた。ケン君には感謝してるって言ってたよ。でも病状は良くないみたいだ。医者も今まで持ったのが不思議だと言っていたよ。いつ亡くなってもおかしくないらしい。ここじゃなんだから中に入りなよ。汚いとこだけどさ。お茶でも飲んでいきなよ。そうかい。お帰りなさい。で、どうだった？よかったわね。そう。お姉ちゃん、海行ってるわよ。
コマーシャルの撮影なんだって。海外じゃないわよ。急遽やることが決まったコマーシャルだから時間がなくていずれ撮るらしいわ。本来ならコマーシャルは半年くらい前に撮るのが普通なんだけど、お姉ちゃんずっと忙しかったから。水着よ。休みは仕事がないときに勝手に取るのよ。ダメよ、お姉ちゃんは仕事で行ってるのよ。ダメ、絶対にダメよ。行きたいのなら勝手にしなさい。でも伊豆のどこで撮影してるかは教えないわよ。ダメったらダメ。ダメ。無視。なん、しつこい。はい。あら、あなた。先日は助けていただいてどうもありがとうございました。じゃじゃーん、ほら、ルーズソックスよ。一度履いてみたかったんだ。登坂先生が学長になって校則が大幅に緩和されたの。夏服も半袖 OK になったのよ。ケンちゃん、よろしくお願いします。へえ、そうなの。私、西山智子、よろしくね。シエリが行こう行こうってうるさいから。あの西山さんにこの間のお礼が言いたくて。あれ、それが目的だったっけ。まゆちゃん。はいはい、私たち今日終業式だったの。うん、クロスさんたちは夏休みないんですか。行けばいいじゃない。休みがもらえないんですか。そんなのおかしいわ。誰がそんなことを決めてるの。え、ちょっと待ってよ。私がいつ。何言ってんのよ。あれは。そんなのおかしいんじゃないですか。ちゃんと労働基準法にのっとった休みをあげるべきです。クロスさん、かわいそう。ひどい。何よ、違うって言ってるでしょ。私はただケンちゃんに教えてあげればいいじゃないですか。場所くらい教えてあげてください。わかったわよ。雪ヶ浜よ。あんまり知られてない小さな砂浜なんだけど、雪が降ったみたいに真っ白でとっても綺麗なところらしいわ。雪ヶ浜だったら私知ってるわ。南伊豆でしょ。そうよ、詳しいのね。おじいちゃんの別荘があるもの。別荘？何？この子んち金持ちなの。
推理作家の？うっそー！私大ファンなの。何ひそひそ話してるんですか？クロスさんがなぜ雪ヶ浜に行きたいのかは知らないけど、こうなったらみんなで行きません？ええ、今ちょうどおじいちゃんが雪ヶ浜の別荘にいるから都合がいいわ。部屋は余っているから全員泊まれるし、 2,3 日なら休みを取ってもいいんでしょ？そりゃあ構わないけど。じゃ決まりね。ちえり、あなたも行くでしょ？そんな、泊まりだなんて。行かないの？行く。ともこさんも行きましょうよ。私も？あの、サインもらえるかしら？そうなんですか。大丈夫だと思いますよ。私も行こうかな。全然構わないわ。おじいちゃんもクロスさんに会いたいって言ってたし、この間のことを話したの。そしたらぜひ会って話がしたいって。じゃあ日程はいつにします？確か明日までのはずよ。なんでお姉ちゃんに伝えなきゃなんないのよ。誰がお父さんよ。でもお姉ちゃんもロシュ先生の大ファンだから一応教えてあげよっと。日程決まった？明日？別に私はいいけど、ちえりは？多分大丈夫。お父さんとお母さんに聞いてみるけど。はい。遅い。5分の遅刻よ。おじいちゃんの秘書の太田さん、私一人じゃ心配だからっておじいちゃんが別荘に行ってる間こっちに残ってくれてたの。太田です。お嬢様がお世話になっております。よろしければ別荘まで車でお送りいたします。そんな、私たち電車で行くからいいですよ。いえ、お嬢様があちらに行かれるのであれば私が残っていても仕方ありませんので。遠慮しないでいいんですよ。太田さんもどうせ行くんだから。どうする、ケンちゃん。どうぞどうぞ。お嬢様を無事にお送りするのも私の仕事ですから。じゃあ行きましょう。私たちギャル3人が後ろに乗るわね。出発。どう？この水着かわいいでしょ？お昼を一緒に食べましょうって。ケンちゃん携帯電話持ってるでしょ？ちょっと貸して。繋がんないわよ。
公衆電話でかけましょう。平気よ、ロケ車にかけるから。自動車電話は携帯電話より出力が大きいから大丈夫。ちょっと待っててね。お待たせ。ええ、今この先の岩場で撮ってるらしいわ。あと30分くらいかかるって。はあ、鼻の下伸ばしちゃって女子高生に嫌われるわよ。何それ。君たち見学するのはいいけど、これ以上近づいちゃダメだよ。ともちゃん、みんなよく来たわね。お知り合いですか？妹なんです。え、そうなんですか？どちらが妹さんですか？あの、こっちなんです。悪かったわね。本当？私も行っていいの？